李始官は、李氏朝鮮末期から、大韓帝国期の政治家、陸軍軍人。李誠王の子として、軽喜道養衆軍に生まれ、教官君、李王の養子となる。高所元年の別諮文家に、陛下で合格し、説書、検閲を経て、高所三年に、同副少子になった。高所六年に、李宗三班に昇進し、高所十年の更新政変の際には、 独立党内閣の兵層藩書になり、翌公書11年に、広塚佐剣となった。その後も、公文館日下げ学、理想藩書、公文館学士と順当に昇進し、三岳三年には、区内府内大臣に転任した。同年9月には、官順君に放釈され、保国高六大部に昇進した。三岳七年には、合資会社公立藩寸銀行を設立し、 1912年まで銀行長を務めた。後部9年には正月方兵士として日本へ渡った。後部11年には陸軍副将に任命され、少年一総相関になった。在任中は韓国政府から大訓理科大受賞、随星大受賞、金尺大受賞を授与され、日本政府からも勲一等旭実等科大受賞を授与された。 日韓併合条約締結後の1910年10月16日に朝鮮貴族として公爵に列せられた。2002年に発表された新日派708人名簿と2005年民族問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿に選定された。2007年に 新日反民族行為真相究明委員会が発表した新日反民族行為195人名簿にも選定されている。原型不規略、ありがとうございます。